と30秒ぐらいで始まります。今日もトロピカルビーチから放送いたします。ちょっとしたかな。 OK、 FM ギノワをお聞きの皆さん、 FM ギノワをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けします。水曜日の担当は FM ギノワンのメグです。よろしくお願いします。今日もトロピカルビーチにありますトロピカルハウス内サテライトスタジオより放送しております。ビーチの皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、私一人放送ということで、相方のせいやくんが今日までちょっとお休みということなので、皆さんコメントメールで助けてください。よろしくお願いします。この後6時まで放送していきますので、よろしくお願いします。さて、この1週間ですね、皆さんどんなことがありましたか？私はですね、この1週間、先週9月2日土曜日はですね、相方のせいやくんの舞台を見に行ってきましたよ。ずっとね、告知をしていたあの舞台なんですけれども、なんとか無事に終わりました。2日間の3回公演ですね。なんとか無事に終わったみたいです。そしてですね、もうせいやくんめっちゃ頑張ってました。本当にあのこの感想はもう今お伝えしたいんですけど、やっぱりね、せいやくんがいる日にね、これは特集ということでお伝えしたいなと思いますので、また来週のお楽しみにということでしておきましょう。そして、沖縄の方ではお盆はですね、旧暦で迎えますので、昨日までの3日間が旧盆、沖縄のお盆でした。ねえ、皆さん、沖縄の皆さんは旧盆疲れとか出ていませんか？3日間ね、あの親戚のお家に行ったり、そして親戚が来られたりとかして、皆さんたくさん飲んで食べてしたと思いますので、お疲れ出ていらっしゃらないでしょうか。今日はゆっくりと聞いていただければと思います。でですね、沖縄のお盆っていうのが、あの私今回ちょっと初めて沖縄で過ごしたんですけども、やっぱり沖縄の文化に触れてびっくりすることたくさんありますね。お盆はやっぱりエイサーの期間ですよね。本当にエイサーの道十年を私今年のお盆は初めて見ました。生で見れてね、めっちゃ感動しましたよ。しかもね、あの火曜日担当のゆきさんが歌ってるところをですね、見に行きまして、めちゃくちゃかっこよかったです。ゆきさんの写真はね、私のツイッターに上がってますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。沖縄の文化はたくさんね、あの変わったところがあるなと、内地と比べて違ったところがたくさんあるなと思ったんですけども、私最近バンシル、わかりますか？バンシルをいただいたんです。バンシルっていうのは、内地の方だと分かりやすく言うとグアバですね。グアバって何かの、あのなんだろう、ガムとか、あとは清涼飲料水とかの香り付けとかに入ってるイメージだったんですけど、ガバの実、バンシルの実って沖縄の、皆さんご家庭のお庭に生えてたりするらしいんですね。私初めて知りました。で、そのバンシルをお裾分けいただいたので初めて食べてみたんですが、
結構美味しかったですね。ライチみたいな香り、風味なんですけども、中に種がいっぱい入ってて、ザクロ皮ということで中にね、種がいっぱいあるんですけど、種も食べれるということで、美味しくいただきました。本当に沖縄は珍しい食べ物がいっぱいだなと思うんですが、今日のテーマはそんな珍しい食べ物というテーマでお届けしたいと思います。今日もたくさんのメールメッセージお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 数字の797@fmginowan.com までお願いします。そしてですね、ツイキャスも配信しております。ツイキャスの方はツイッターと連動しておりますので、ツイッターでコメントいただくとこちらで見えますので、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。そしてパソコンから、リスンラジオで聞くこともできます。リスンラジオでは音楽も全編完全同時放送となっておりますので、リスンラジオでもぜひお聞きください。スマホからは無料アプリのリスラジでお聞きください。さて、今日の1曲目いってみましょう。今日の1曲目はこちらの曲です。ソイランドリプセッションズ、ハローハニーズのテーマ。こんにちは、ありがとうございます。スプリームさん、こんにちは。このカメラの向きね。そうなんです、ちょっと眩しいので変えてみましたね。え、頑張りましたね。今日はね、ご家庭の用事ということで一人放送しております。リクトさん、ありがとうございます。今日生徒くんね、お休みなんです。先週は舞台もありお休みでしたが、今日までお休みいただいておりますので、今日はメイク一人放送なのでよろしくお願いします。そしてサチさん、めっちゃくちゃいい天気。そうなんです、めっちゃいい天気ですよ。もうね、今日も30度超えててめっちゃ暑いです。コンティニューコインありがとうございます。助かります。すごいたくさん、5枚も入れてくれてる。嬉しい、ありがとうございます。今日はね、さすがにお盆明けということで、観光客の方は少なめかもしれないですね。でも、海がとっても綺麗です。こんな感じで放送しております。ビーチの方でね、ビーチサッカーのクラブの練習をしてますね。あんまりちょっとね、人の顔が映らないようにカメラ向けてます。こんな感じでお送りしております。相変わらず暑いです。テーマは珍しい食べ物ですよ。各地にね、珍しい食べ物ってあると思うので、ぜひ教えてください。最近発見した珍しい食べ物教えてください。あ、珍しい食べ方とかでもいい。天気いきましょう。時刻は午後5時9分になったところです。この時間はお天気と道路交通情報をお伝えします。まずお天気ですが、今日この後は、南の風晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴う予報です。波は 1.5 メートルから2メートル。この後の降水確率は6時まで 20%、その後24時まで 10% となっております。
中の最高気温は24度、まだまだ暑いですね。あ、失礼しました。34度です。まだまだ暑いです。そして明日は、7日、南西の風のちやや強く晴れ、夕方から曇り、波は2メートルの予報です。午前中の降水確率は 10%、 午後からの降水確率は 20% です。朝の最低気温は29度、日中の最高気温は34度の予報です。沖縄本島地方では6日夜の初め頃まで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨にご注意ください。今日9月6日は満月ということなんですが、この後晴れそうなので沖縄本島地方では綺麗な満月が見えそうですね。さて続いて道路交通情報をお伝えします。まず、高速道路沖縄自動車道からお伝えします。現在沖縄自動車道を上り、宜野座インターチェンジから許田インターチェンジ間、故障車が止まっております。走行される際にはご注意ください。その他のところはスムーズに流れているようです。続いて宜野湾市内の道路交通情報です。現在王者名から前原に向けての県道34号線、長い渋滞が発生しております。王者名から前原向け、長い渋滞が発生しております。その他のところはスムーズに流れているようです。この後お帰りの方も増えるかと思いますので、この後も引き続き安全運転でお過ごしください。以上、お天気と道路交通情報をお伝えしました。コメントありがとうございます。今日は珍しい食べ物というテーマでお届けしております。珍しい食べ方でもいいですね。CM 中です。暑い、直射日光はい、シュプリームさんありがとうございます驚愕の食べ物なんでしょう。見た目やばいやつとかね、教えてください。あ、メールで送ってください、ぜひぜひ。ジャンルとしてうちのお母さんの創作料理、これどやみたいなあったら、そんな感じでもいいですよ。珍しい食べ物ですよ。FM宜野湾よりサザンブリーズをお届けしております。さて今日のテーマは珍しい食べ物というテーマでお送りしております。沖縄に来て珍しい食べ物たくさん出会ってるんですけども、例えばそうですね、ヘチマ、内地でいうヘチマ、こちらでね、普通に食べるんですよ。大阪にいる時はね、食べたことなかったんですけども、ヘチマね、よく炊いて食べるとトロトロで美味しいんです。大阪にいる時なんかもう全然味知らなかったんですけども、
やっぱり美味しいですね。鍋とかあのお味噌汁とか入れて食べるのがおすすめかもしれません。本当に珍しい食べ物たくさんありますね。で、今日はですね、私世界の奇妙な食べ物をちょっと調べてきましたのでご紹介したいと思います。世界の奇妙な食べ物ということなんですけれども、実はこれ世界から見た日本の奇妙な食べ物なんです。世界から見ると日本の食べ物ってこれ変わってるよねって思われることが多いそうで、ノミネートされた食品こちらで発表しましょう。まずはじめにこれ食べるのみたいなね意味で白子、世界から見ると白子って食べるんですかっていうことらしいんです。で、居酒屋なんかで出てくる白子、確かにちょっと考えてみると見た目がちょっとねグロテスクかもしれないですね。いやでも食べてみたらね美味しいんですけど、やっぱり子供の時はちょっと見た目グロテスクなので箸がちょっと進まなかったなっていうのはあるんですけれども、ね、日本の方は普通に食べますよね。でも海外から見るとこれは珍しい食べ物のようです。続いて、イカの塩辛ですね。イカの塩辛はイカの刺身をイカの内臓に漬け込んで作っている食品、食料理ということで、日本でねポピュラーな食材なんですけども、料理なんですけども、こちらもね臭みがあってちょっと好き嫌いが分かれる料理かと思うんですけども、こちらもね海外の方ではイカ内臓につけて食べるのっていうことで思われてるらしいです。皆さんはどうですか、好きですか。さあ続いてフグ。フグやっぱり猛毒を持ってるからですかね。魚介類海外の方から見るとあんまり食べないんですかね。やっぱりあの毒を持っている食べ物ですので調理するのも大変ですし、日本人初めて食べた時はどういうふうにね毒がある食べ物をなんで食べようと思ったのかなってね思われたらしいです。フグもね、海外から見た珍しい食べ物ということですよ。こんな風にですね、日本では普通に食べるんですけども、海外では珍しい食べ物。世界の奇妙な食べ物ということで、言われているそうです。日本の奇妙な食べ物をお伝えしました。さあここで1曲お届けしましょう。続いての曲はこの曲からお届けしましょう。ヘロシーガンでシェイプオブユになってる。何か曲のリクエストもあればこちらで検索してみてあればおかけします。
クエスト曲もお待ちしてます。ビーチ、海外のお客さんが多いかもしれないです。こんなね、9月の土平日に遊んでる人はあんまりいないかもですよね。学校もね、2学期始まったばっかりですよね。学生さんもいるんですけど、高校生かな。部活の練習で走り込みしたりとかしてます。ビーチの人は今日はちょっと少ないかも。はい、サザンブリーズをお届けしております。今日はね、ビーチの方なんですが、やっぱりお盆明けということで人は少なめなんですけども、学生さんかな、クラブ活動の練習のような方がたくさん来ていらっしゃいますね。ボールが上がったりとかしてます。今日も暑いですね。やっぱり沖縄はまだ34度あるということで、先週ね、内地の方に、福岡の方に、旦那が行ってきたんですけども、やっぱり30度は下回ってて、20何度かだったそうで、涼しいそうですね。こんにちはありがとうございます。ビーチから生放送でお届けしております。皆さんの地域はどうですか。今もう9月に入ってすっかり秋めいてきたというところもあるんじゃないでしょうか。ツイキャスの方もコメントいただいてます。ありがとうございます。サボさん、グラサンしないと大変よって。そうなんですよ、直射日光でむちゃくちゃ眩しいところに今いるんですけど、ツイキャスの画面ではもう私の顔真っ白になってますねいつもこんな感じで放送しているんですが、シュプリームさん用事しながら聞いてるので後ほどメール送りますねということで、ありがとうございます。今日のテーマはですね、珍しい食べ物ということで募集しております。メールアドレスは797@fmkino1.com、 数字の797@fmkino1.com までよろしくお願いします。珍しい見た目の食べ物とかね、あればぜひメールに添付して送ってきてください。後ほど紹介したいと思いますのでよろしくお願いします。さて、たまにですね、この番組では心理テストのコーナーをするんですけど、今日も行ってみましょう。心理テストのコーナーです。海外から初めて輸入された珍しいサボテンがあります。そのサボテンのてっぺんに花が咲き、やがて実がなりました。一体どんな実がなったと思いますか。次の中からインスピレーションで選んでください。まず A、 小さなリンゴのような赤い実。 B、
振りのように伊賀で守られた実。C、熟しすぎた桃のように甘い香りの実。D、黒くて全然目立たない実。さて、育てていたサボテンてっぺんに実がなりました。一体どんな実がなったと思いますか？リンゴのような赤い実、伊賀で守られた栗のような実、熟しすぎた桃のように甘い香りの実、そして黒くて全然目立たない実。さあ、この4つどんなことがわかるんでしょうか？心理テストですよ。皆さん選びましたか？ A、B、C、D。 私はどれかな。サボテン、トゲがあるけど桃みたいに甘かったらいいな。 C にしましょう。さあ、皆さん A、B、C、D 選びましたか？じゃあ発表します。 A、リンゴのような赤い実。このテストではあなたの毒舌度が分かっちゃいます。リンゴのような赤い実 A を選んだあなたは毒舌度 30%、小さな赤い実はあなたが周囲の人に好かれたいという気持ちが強いことを表しています。その意味で毒舌度は低め。むしろ相手に気を使ってお世辞を言ったりすることが多いのではないでしょうか。ただ褒め言葉のつもりで言ったことが皮肉と誤解されて相手を不快にさせてしまう可能性も。お世辞もほどほどにということでした。毒舌度は低かったですね、赤い実を選んだあなた。なるほど、好かれたいっていう気持ちが前に出てるらしいですよ。皆さんどうですか？さあ、続いて B を選んだ人は、栗みたいなね、伊賀で守られた実を選んだあなたは毒舌度 95%。 トゲがいっぱいのサボテンに伊賀で守られた実がなったと、考えたあなたはまさに毒舌が大得意。どうですか？自分では、素直に気持ちを表現しているだけなのに周囲の人を傷つけるような結果になっているのでは。そうしやすいタイプなので発言の前には相手にどんな印象を与えるのか頭の中で検討してから言葉を口にするようにしましょうということでした。いやー、サボテンの上にこうイガイガの栗みたいなね、実がなったらトゲいっぱい毒舌度 95% ですよ。毒舌、いやー、実は毒舌だけどツンデレっていう可能性もありますよね。皆さんどうですか？さあ、 C の桃みたいに甘い実選んだあなた、どうでしょうか？毒舌度は 70%。 あ、意外に高い。甘い香りの実は、あなたの発言が一見周囲に好印象を与えることを、表しています。でもあなたには結構意地悪な気持ちが隠れていて、ちょっとした発言の中に皮肉を込めていたり周囲の人を操作するような情報を混ぜたりしていそう。それに気づいている人には敵に回したくないと恐れられているかもしれません。どうですか？私そんなとこあります？皆さんどうだったんでしょうか？結構高かった。 70% だって。 70% か、毒舌度。まあね、いつも一緒に放送している相方のせいやくんと、2人放送の時はやっぱツッコミにね回らないといけないので毒吐いたりしますね。それはあるかも、ツッコミ役なので。実はみたい。それか。じゃあ次行ってみましょう。 B を選んだあなた、黒くて目立たない実を選んだあなたは毒舌度は 10%、 ほぼないです。地味な目立たない実はあなたの中に周囲への攻撃性がほとんどないことを表しています。いつも発言に気をつけ思いやりを大切にしているあなた、それだけに敵もほとんどいないのではありませんか？ただそうした姿勢のせいでお人よしと思われ利用しやされやすい可能性もあるので、その点は気をつけましょうということでした。
目立たない身を選んだ人はね、注意に気を使ってるらしいです。さっきのね、栗のように伊賀で守られた身を選んだ人にね、利用されないように気をつけてくださいね。はい、結構いかがだったでしょうか。心理テストのコーナーでした。さて、ここでもう一曲お届けしたいと思います。ちょっとね、この曲懐かしいかもしれません。ミンシャさん、結構リバイバルして今年新しく発売しました。ミンシャでリーグ。プリマさん、ありがとうございます。暑い。あ、こっちがいいかも。隠れた。あ、風で。あの FM ギのあの旗のね、ちょうど間に隠れようとしてるんですけど、旗がね、風でひらひらして動くんですよ。ちょっとこいつ暑い。シリマさん、メール紹介しますね。名曲ですね。すごいソウルバージョン。あ、ちなみにこれがパンフレットです。せいやくんの舞台のパンフレットです。こんなでした。これをね、こんなんで三つ折りになってて、開けるとこんな感じでキャストさんの紹介が書かれています。みんな一言ずつね、書いてます。せやくんは堤役でした。堤っていう役ですね。堤と、コメント、腰抜けこと堤です。
皆さんに面白さをお届け。はぁ、怖いから四つ葉のクローバー探しに行かなきゃなって書いてます。ツッコミどころ満載ですよねこれ。四つ葉のクローバー探しに行かなきゃ、かわいいアピールですか。さあ CM 行きます。瞳もめっちゃかっこよかったしね。ゆうこちゃんの演技力もすごかったですよ、ほんと。いや、DVD 出たらほんと、全国の皆さんに送ってあげたいぐらい、ほんとに。見てほしかった。めっちゃよかったです。ね。どこがどうだったっていう話とね。あと、舞台の裏話はね、また来週。たいと思います。いや、舞台がバタバタだったと思うんですよね、これ。本当に本格的に練習しだしたのが1ヶ月前ぐらいかな。だったのが結構バタバタだったと思いますよ。本当それでよく頑張ったと思います。完成でます。あと東さんもね、めっちゃいいキャラだったんですよ。言いたいけど、また来週。さあ、この後もメールね紹介しましょう。あ、そうそうそう、かいりくん来てました、来てました。午後5時37分を回ったところです。 FM ギノワよりサザンブリーズをお届けしております。さて、今日のテーマは珍しい食べ物ということで、メールが届いているようですので紹介したいと思います。はい、ベーブーリスナーの皆さん、ハイサイ、東京のシュプリームです。ということで、シュプリームさん送っていただきましてありがとうございます。さてさて、早速テーマ、珍しい食べ物です。あ、画像送ってくれてますね。画像は3年前に行った北京の有名なグルメ街、ワンフージンのものです。ワンフージン、基本的には日本人も大好きな、焼き小籠包や餃子、あと、羊肉の、串焼きなど美味しい食べ物で溢れているのですが、画像のようなサナギやサソリ、ヒトデなど日本では絶対食べないようなゲテモノが普通に、しかもフォトジェニックな感じで売られています。マジですか。僕は食べられないんですが、意外とヨーロッパ系の観光客などが嬉しそうに食べています。写真送ってくれました。何これ、サソリかな。サソリがね、串に等間隔に刺さってる。わあ、ちょっと無理かも。あと虫、あのサナギ、あ、確かにフォトジェニック。なんかね、サソリが綺麗に同じ方向向いて並んでるんですよ。すごい、これ何これ。うわあ、ちょっと無理かも。ちょっと虫系はちょっとやめときましょう。あ、下の方にちょっと貝とか美味しそうなものが出てきた。あ、小籠包、肉まん、めっちゃ美味しそう。こんなところに一緒にこの虫たちが並んでるんですね。やばー、これは怖い。しかも普通に売られてるってことは、普通に皆さん食べて美味しいからこんなにいっぱい並んでるんですよね。
やばくないですか。ちょっと続きがあります。画像はないのですが、今年の旧正月に中国の地方都市に行った時にお邪魔したお宅でロバ肉の煮物が出てきましたが、ロバ、何も知らずに食べたため普通に美味しかったのですが、後でロバと知りかわいそうでショックを受けました。本当だ、ショックですよね。ちなみに今晩は中国の揚げパン葱油饼を生地から作ろうと思ってます。すごい、作れるんですか。葱油饼ってどんなのだろう。中国の揚げパン、こういう中華系のあのグルメ詳しいんですね、シュプリームさん。メールありがとうございます。まあ、ロバちょっとショックだな。なんかロバとか馬とかって見た目可愛いじゃないですか。やっぱ哺乳類は可愛いですよね。虫は苦手。沖縄でヤギを食べる習慣もあるんですけど、ヤギもやっぱり見た目可愛いからヤギ食べてんのっていう感覚になりますよね。ちょっと想像しちゃうとダメだな。これあとこの虫ね、虫これはちょっとテレビとかでねたまにやってますけど、ほんまに美味しいんかなって思いました。いやでも食べてみたら意外と美味しいっていう感想があるので、もうこれもあのシプリームさんと一緒でもう見た目わからないようにして、例えば、なんだろう、あの卵にくるむとか生地の中にこっそり入れとくとかして食べさせてもらったらいけるかも。見た目想像しなかったらね、後でおやってなるかもしれないけど、バラされてね。ありがとうございます。これは珍しい食べ物だった。はい、そしてもう一通来てます。ありがとうございます。ラジオネームが沖縄コンビーフセンターさんから、あ、お久しぶりです。ありがとうございます。メイグさんこんにちは。珍しい食べ物は沖縄のアバサー汁。アバサーってなんだろうと思ったらハリセンボン。ハリセンボン食べるんですか。あと、キノコも毒を持っている種類が多いのに先人はよく食べたなと感心しますよねとコメントいただきました。ありがとうございます。本当ですね。さっきのね、あの世界から見た日本人こんなもの食べてるのっていう不思議人類の中にフグがありましたけども、本当にね、初めて食べた人毒持ってるのによくこんな挑戦してみたなと思いますよね。いや絶対死んでる人いてると思う。誰か犠牲になってこれは食べちゃいけないんだってね、わかりますよね。今みたいに研究の技術とか発達してないからよく食べたなと思いますね。沖縄のアバサー汁、まだ食べたことないんで食べてみたいです。コメントありがとうございます。ツイキャスの方、シュプリームさん、ツイキャスから顔がこわばるメイクが笑いって感じ。いやーちょっともうこの写真見ただけで眉間にしわ寄りますね。誰でも本当写真付きでありがとうございます。今日のテーマはですね、珍しい食べ物ということでお送りしております。皆さんメールありがとうございます。さて今日は一人放送なので久しぶりにこちらのコーナーに行ってみたいと思います。はい、ランキングのコーナーです。今日は統一しようと思ったんですよ、この1時間。なので、珍しい食べ物、世界の変な食べ物ランキング、紹介したいと思います。サクサクといきましょうね。時間があんまりないので。まず第10位、知ってますか？
フライド脳味噌ハンバーガー知ってます？もうこのタイトルから衝撃だったんですけど、フライド脳味噌ハンバーガー、子牛の脳をフライして薄くスライスしバンズに挟んでいただくハンバーガー。オハイオ州の一部でこのフライド脳味噌ハンバーガーは食べられます。メキシコでは、牛の脳はタコスやブリトーといったメキシコ料理の定番にも使われているそうです。子牛の脳を切ってそのまま揚げてバンズに挟んでいました。衝撃、フライド脳味噌ハンバーガーでした。シュプリムさんありがとうございます。そして第9位いきましょう。ハギス、ハギスって何でしょう。ハギスとは羊の肉のミンチとオートミール、スパイスなどを羊の腸に詰めて蒸したものです。最近では腸の代わりにビニール袋に入れて調理したものが多い。付け合わせとしてマッシュポテトとターロニックというカブの一種を茹でて潰したものが添えられます。羊の肉のミンチを羊の腸に詰めて蒸したもの、ソーセージみたいなもんじゃないですか。羊の腸を食べる習慣ないですね。変な食べ物、キウイでした。続いて第8位、虫。シンプルに虫と書いてますが、やっぱりね、こちらは東南アジア系、中国系が多いようです。昆虫が食べられているそうで、ありがとうございます。ちょっとから手を振っていただきます。あとアジア29カ国、そして、南北アメリカ23カ国で食べられ、アフリカの36カ国では少なくとも527の昆虫が食べられており、世界食用にされる昆虫の種類を細かく計算すると1400種に上ると言われているそうです。1400も虫食べれるんですね。そんな種類あります？やっぱり、ね、日本以外では虫も食べる国があるんですね。さあ続いていきましょう。第7位、ロッキーマウンテンのカキ。なんだろうこれ。アメリカに山の牡蠣、マウンテンオイスターと呼ばれる食べ物があります。これはなんと牛の交換、牡蠣？牡蠣じゃないよ。牡蠣じゃないけど、アメリカ、特にコロラドあたりでは一般的な食べ物だそうです。炒め物だったりフライだったりとレストランによって、調理法は違うそうですが、牛のものだし、そして栄養満点、カキと同じくらい栄養満点であるということから名前の由来になっているっていうのが一説あるということですね。カキじゃないのに栄養満点だからっていう理由だそうです。マウンテンオイスター。さあ続いていきましょう。第6位、ラクダの詰め物料理。何でしょう。ギネスブックに世界一量の多いレシピとして登録されているそうです。その料理は次の通りです。ラクダ1頭、子羊1頭、鶏20羽。詳細は省略しましたが、どんだけ量が多いんだっていうレシピですね。この材料を使って作る世界一量の多いレシピ。そうです。このラクダの詰め物料理は遊牧民族ベドウィンの伝統的な料理で、ちょうどロシアのマトリョーシカのように作ります。ラクダどんどん詰めていくっていうことですね。マトリョーシカのように詰めて詰めて詰めて、ちょっとずつ大きくして作るみたいです。世界一量の多いレシピでした。さあ続いていきましょう。第5位、パカール。パカール知ってますか？アメリカ人シェフが、世界の面白い食べ物を食べる番組、アンソニー世界を食らうでおなじみのアンソニー・ボーディが今までで一番まずかったと言ったのがこのハカールですということです。グリーンランド、シャークまたはウバザメの骨を抜き2ヶ月から4ヶ月発酵させたハカール、アンモニア臭漂うアイスランドの食べ物、1年を通じて
通して、売られており、キューブ型に切って爪楊枝でいただくのがアイスランド流です。腐ってるんですよ、発酵させてる。いや、アンモニア臭漂うってなるとちょっといただけないですね。これもやっぱりチームですね、ハカールでした。続いて第4位、フグ。ここでフグが入ってきました。世界の食べ物、フグ、日本料理ですね。致死量のテトロドトキシン、テトロド言えないテトロドトキシンという毒物をたっぷり含んだ魚ですね。おなじみのフグ、こちらは 2,3 年の研修を経て試験に合格した特別な資格を持つ調理師のみがフグを調理することができます。昔のフグ愛好家には超微量の毒を残してもらい、舌や唇のしびれる感覚を楽しんでいたという人もいたそうです。そうなんだ、そんなの大丈夫なんですか、ね、今はそんなことなくなったそうですが、フグの美味しさは本当の味よりも生き残りをかけた経験の方に魅力があるのではないでしょうか。ちなみにそのフグそのものは高タンパク、低カロリーなので美容と健康にはとってもいい食べ物です。フグ第4位でした。続いていきましょう、第3位、カースマルツカースマルツ知ってますか皆さん。カースマルツはイタリア・サルデーニャ地方のチーズの一種です。もしくはイタリア語でフォルマッジョ・マルチョと呼ばれるそうです。その特徴は、虫が入ってる。サルディテーニャ語で腐ったチーズを意味する。日常会話では虫チーズっていうことでね、言われてるそうです。わー、なんかかゆくなっちゃった、怖い。虫が入ってるチーズらしいですよ、カースマルツ。わー、これも食べられないな。睡眠第3位でした。続いて、韓国のテナガタコ第2位。タコね、日本ではよく食べられるのでそんなにね、珍味っていう感じはしませんが、世界でいうと第2位でした。このテナガダコ、生きたテナガダコをぶつ切りにして食べるのが人気だそうです。いや、生きているのちょっと無理かな。動きながら踊り食いするってことですね。第2位はタコでした。そして第1位はバルート、もしくはバロット。バロットとはアヒルの有精卵卵を使った食品です。ふか仕掛けのアヒルの卵のゆで卵、じゃあふか仕掛けの鳥を食べるっていうことだ。うわ、ちょっと不気味ですが健康食品、精力剤として愛用されている。東南アジアの各国で食べられている。第1位はバルート、バロットでした。皆さん知っている食材はありましたか。もうタコとフグしかわからない。もう一発目からね、脳みそハンバーガーのインパクトすごかったです。ということで、世界の不思議な変な食べ物ランキングでした。さあ、そろそろエンディングの時間が近づいてきておりますが、ここで一つお知らせさせてください。今年も開催されます、宜野湾市の一大イベントといえば羽衣祭りですね。今年は40回記念祭りということで、いつも以上に熱気あふれる会場となる予定です。そこから FM 宜野湾生中継でお届けをすることが決まりました。 MC はビーチキャッスルさん、そして宮川珠子さん、そして、ギノガルフでもおなじみの OBP のゆうこちゃんが MC を務めます。羽衣祭り特番、9月30日土曜日夕方5時から4時間生放送でお送りします。皆さんぜひ聞いてくださいね。
なお、羽衣祭り特番ではスポンサーも現在大募集しております。詳しくは FM ギノワンまでご連絡ください。098-943-0094、電話番号が098-943-0094です。メールでも質問を受け付けております。メールアドレスは797@fmkinowan.com です。ぜひよろしくお願いします。今年も羽衣祭り特番楽しみですね。ということで、今日は皆さん、どんなだったでしょうか。珍しい食べ物をお送りしてきましたが、世界にはまだまだ珍しい食べ物いっぱいありますね。本当に、世界に出てみないとわからないことたくさんありますよね、本当。さあ、今日も、ありがとうございます。今日はね、たくさん外から手を振っていただいてます。ビーチの皆さんもありがとうございました。もうだんだん9月になったからでしょうか、秋めいてきて日が落ちるの早いですね。もうちょっとサンセットになりかけてる感じです。今からいい時間ですね、ビーチにいる方、この後の時間も楽しんでくださいね。ということで、サザンブリーズ水曜日担当は FM ギノワンの今西めぐみでした。この後6時からはユンタクミヘイデービルです。この後も引き続き FM ギノワンでお楽しみください。それではまた来週。ありがとうございました。また来週はセレット君とお届けします。